こんにちは、寺本リオです。今日は江ノ島に来ています。これなんて言えばいいんだろう。江ノ島の橋を渡ってすぐにある坂を登っています。全部閉まってる、朝早くてお参り、待って、こっから見る景色めっちゃ綺麗よ。ちゃんとお願いしました。私なりに江ノ島をちょっと回ってみようと思います。なんかここが江ノ島の多分入り口で、江ノ島の駅からとことか歩いてきました。これ自分のカメラもあるので、これで自分を映しながら回っていきたいと思います。あ、じゃん初めての江ノ島ということで、今日はちょっと江ノ島っぽいファッションにしようと思い、髪の毛とかもちょっとハットをかぶったりして、やば、見て、江ノ島ラーメン、これは食べたい。江ノ島にもやっぱりこういうご当地メニューがあるんですね。あ、温泉もあるみたいです。ここは江ノ島天然温泉。いいなぁ。なんか、江ノ島に来て思ったのが、あんまり、もっともっとガヤガヤしてるのかと思ってて、ガヤガヤ全然してなくて、すごく静かで、いい感じの雰囲気です。これなんて言えばいいんだろう。江ノ島の橋を渡ってすぐにある坂を登っています。美味しそうなご飯がね、いっぱいある。あー、シラスか。江ノ島といえばシラスですよね。シラスコロッケとかある、食べたい。神社へ続く参道、すごいよ。普通にいろんなお店があるんだけど、全部閉まってる、朝早くてもうちょっとゆっくりな時間に来たら、きっと、いろんなお店があると思うので、食べ歩きとかできるんじゃないかな。見て、お土産とかを結構買っちゃうんだけど、閉まってまーす。すみません。江ノ島でおすすめのスポットとかってありますか？あ、神社ですか？ありがとうございます。やっぱり神社みたいです。あつ、見て。カゴバッグがある。夏っぽくて好き。あ、私。こういうね、カゴバッグとかが好きなの。だから麦わら帽子とかをかぶったりします。ってな感じで話してたら見つけました。すごいよ、おっきい。ラララララ、これ私もさ、わーい、わーい自分の携帯でじゃあ自撮りをしていきます。自撮りはい、てなわけで早速入っていきたいと思います。結構ね、神社とかにはよく来るんよ。指令しとこみんなこういう暑い時期に来るときはちゃんと水分補給とかしてね。神社といえばこの長い階段なんよ。リオはね、ほんまに運動不足じゃけんね、この階段登るのさえしんどいわ。あ、なんかお迎えしてくれました、お迎え。でもまだここが、
終わりじゃなさそうよ。見て。じん。長。先は長そうじゃ。登るよ。熱い。でもね、神社に来たからにはちゃんとね、お参りちゃんと行けんけ。あ、待って待って待って、こっから見る景色めっちゃ綺麗よ。ほら、絶景じゃない？海も見えて鳥居も見えて、ここ最高のスポットじゃんと思うわ。イエーイ。光が、あの恋人とかカップルで来る人は応援し合って登るのがいいですね。はい、頑張って頑張って登ってって。まだまだね、階段がほんまに階段めっちゃあるよ。聞こえる？みんな、このセミの音、最高。夏ですね。夏大好きだから、今日35度ぐらい、見て汗、35度ぐらいまで気温が上がるんだけど。はぁ、見て、着いたよ。着きました、ようやく。色が鮮やかな素敵な神社。10円で。よし、行きます。ちゃんとちゃんとお願いしました。何をお願いしたかというとね、芸能の仕事がうまくいきますよ。言った。こういうところに来たらおみくじを引くんですけど、このおみくじには江ノ島神社ゆかりの7種類の縁起物のうちいずれか一つが収められています。身につけることにより幸せが訪れます。大切にお持ちください。見てみようか。来たからにはね、やっぱやった方がいいと思うけん、じゃあ自分のお財布から。おみくじとか大好きだよ。おみくじとか大好きなので、これにします。よし、どうしよう、めちゃめちゃ運勢悪かったら。あ、そういえば私今年のおみくじは今日でした。お正月に引いたおみくじが今日だったけん、ここはいいものが出ると期待しています。あ、なんか見て、すごい。待ってこういう感じなんですね。この守護、自分を守ってくれるものがついてくるみたい。わ、竜だ、竜。立身出世。読み方どうかな。末吉。見て、末吉。大事なやつがね、仕事。小さなことはなんとかなるが、大きなことはまとまらない。相手の立場や認めるところから合意点が生まれる。愛情、縁談、恋愛は互いに欠点が目について反目しがち、誤解のない言動を取るように。縁談はまとまりにくいということで、今年も恋愛はなさそうですね。はい、今日は見てくださってありがとうございました。皆さんチャンネル登録してね。リオでした。リオでしたー。